今年で40周年を迎えたプリンスアイスワールド。長年チームの中心として滑り、今は広報を担当する八木沼純子さんにその魅力を伺いました。お客様と一体になって楽しむっていうのが心情でもありますので、なのでみんなで作り上げていくショーっていう感じかもしれないですね。であとはどこのアイスショーよりも大所帯、その、みんなで一つになって群舞で華やかにドラマティックにっていうところが魅力でもあって、40年にわたり愛されてきたプリンスアイスワールドはフィギュアスケートの歴史そのもの。これまで数々のトップスケーターが観客の心に刻み込まれるプログラムを演じてきました。この舞台で八木沼さんはプロとして大事な心得を学びました。プロになって言われたのは、やっぱりこう周りと対話をするようにお客様の手を取るように滑んなきゃダメよ。だからすごく羨ましいなと思うのが、今の選手たちは本当にこうやってアイスショーでも場数を踏めて、なので本当にこうお客様と楽しんでキャッチボールをしながら滑っているなっていうのはすごく感じますよね。そんな八木沼さんの中で最も印象に残るのは荒川静香さんの演技だそうです。トリノオリンピックが終わってから4月荒川静香さんが滑り始めた1年目はいろいろな意味ですごかったです。金メダリストの滑りと、それに心を奪われた観客の皆さんのうわーっていう、会場の何とも言えない音、周りで見てたスケーターもみんなもうゾクゾクして、ここから私たちも頑張ろうって言って、なんかこう一致団結したっていう覚えがありますね。そして八木沼さんが思い描くプリンスアイスワールドの未来とは。47都道府県でアイスショーをやるっていうのが一つ大きな夢としてありまして、これからもいろんな方にフィギュアスケートを見せるという、団体としていられたら一番いいなというふうには思っています。